乱神楽ビーチビーチスプラッシュ。こんにちは、香川です。香川チャンネルへようこそ。戦乱神楽ビーチビーチスプラッシュをやっていきます。VR 対応ということで VR をつけてやっていくぞ。戦乱神楽はね、過去作品全部やってる。でもないか、桜エディションやってないな、音ゲームしてないな。てかこれ声合ってるかな。イヤホンつけてるんで自分の声がわからない。大きいのかな。これくらいでいいか。大丈夫か。まあ、行きましょう。 VR でどんなんかできるのかな。ピーチメニュー、ほい、始めるんですね。始めよう。VR だけど大丈夫かな。人、酔わないかな。そのすべての命はやがて尽きる。あれ、 VR になってないぞ。運命の火から逃れる術はなし。それゆえに人は望む穏やかで長き静寂を。これあれでしょ、神楽のメンバーで忍び水鉄砲遊びするんでしょ。鍛錬の末に人を超えた存在は長き静寂を望むのか、確かもう、それとも絶望に抗うのか。世界救ったからやることないんじゃないかな。 PBS ピーチビーチスプラッシュ。ピーチビーチスプラッシュですよ。忍びの世界に古来よりあるという謎の水鉄砲競技である。謎だよ、ほんと意味不明だよ。そのルール、急に何やりだしてんだ。一つ、善人、悪人、抜け人、死人など一切の立場は不問とす。死人ってあれか、レジェンドか。大会規定ウォーターガンで勝敗を決するものとする。とあるゲームのとあるゲームじゃないか。忍びとしての特殊能力は全て使用禁止とする。別に神楽じゃなくてもよくねっていうゲームになってしまってるぞ。これより始まる物語は裏若き忍び学生たちによる水遊びの記録である。あれ、忍ぶぬ下抜き美学園どうなったんだ。どこまでも広がる白き砂浜に彼女たちがどのような奇跡を残すのか。あれ、 VR 全然関係ないんだけど。それはまだ誰にもわからない。わからない。喋り方だよ、喋り方。さあ、いよいよ始まります。ビーチビーチスプラッシュ。ミスター K、 K ってもしかしてあの人かな。え、誰だ K って誰だ。こんな人いたっけ。兄さん、兄さん違うよな。略してピチピチスプラッシュ、もっと略すと PBS。 あの山、この桃、少女たちが打ちまくってびしょ濡れびちょびちょスプラッシュだい。ムッキムキだな、このミスター K。 誰だっけ K って、ほんと分からない。ヘイヘイ、いきなり下品だって。おいおい、もっと肩の力抜けよ。すごい顔してる。勝てないぜ。それにお堅いのはこっちをモニター越しにじっと見てる忍びの重鎮だけで結構。誰だ。みんな揃ってカチンコチンだなんて学生のイベントとして不謹慎だぜ。ははー、ミスター K、 ドア頭から飛ばしすぎよ。ミス R さん、なんかすごい胸から出てるよ。イエス、ソーリー。さあ、最近の異常気象で季節は夏真っ盛り。あとは主役の少女たちを待つばかりという状態です。では早速彼女たちをお呼びしましょう。あれ、 VR になってないぞ。どういうことだ。 VR 対応じゃないのこれ。運営スタッフ、ヤブミを飛ばしてください。ヤブミが来るぞ。うお、びっくりした、はい、一斉に飛びましたね。操作方法が右上に出てる。どこだ、わからん。外そう。
では中継です。少女たちの日常を覗いちゃいましょう。 VR してる意味ないよな、今全然意味ないよな。 VR 外そう。どうぞ。 VR が汚れた。VR 画面あそこにね、髪の毛が当たるんですわ。ちょっとイヤホンも外そう。ゴソ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 言ってるだろうな今。この番組は驚きと感動を世界に届け、新しいエンターテインメントの創造を掲げる株式会社マーベラスの提供でお送りします。マーベラスさんじゃないですか、俺大好きなんですよマーベラスさん。マーベラスのゲームはね、本当にお世話になってるんですよ。ニューニューデラックススキルカードセット。あ、これあれか、デラックス版買ったから最初から入ってる特典か。チャキーン。誰？右の人誰？右の人誰？これはわかるぞ。水着ちぎれてるんですけど、水着ちぎれてるんですけど、これもわかるぞ。あれやばいな、全然名前も思い出せない。あれあれ何年ぶりだ、1年以上ぶりだから本当に思い出せない。これはユミさんか、ホムラちゃんとユミさんか。誰だ誰だ、後で思い出そう。これは分からない。あれ SM の姉妹だけど分からない、忘れた。左の人誰だ、右の人は、あれ右、あれ全然分からない、ダメだ、本当分からない。これは分かる、日陰さんですよ。日陰さんと先生ですよ。日陰さんは大好きなんでね、一番好きなんでね。お、なんだこれ、こっからスーパーレア。なんかムービーになってるのか、獲得結果へ。これがレアなのかどうなのかさっぱりわからない。先着購入特典パック、これもしかしてレアが出るまで見せまらした方がいいのかな。ヨミさんでしょ、ヨミさんも分かる、ヨミさんも分かる、ヨミさん覚えてる。カツダギさん、カツ姉さん、 髪型一緒だから一瞬分からなかったと思う。もう終わり、あ、セーブされてるしな。設定、VR ないのか、もしかして VR ない。あ、あやめ、ああれか、購買部の人か。りょうびとりょうな、さっき日陰ちゃんって言った。日陰ちゃんにしよう、日陰大好きだもん。スタンプ、スキン、もしかして、あ、できるのか。日陰にしよう、日陰どこ、日陰どこ、日陰さんどこいた。こんなもできるのね。ピンクだな。忍びカスタマイズ。あ、こういうのでできるのね。
誰これ、え、え、誰これ、え、誰これ、あ、そうだ、ニューウェーブかなんかで3人来るとか言ってた、それだ、その人たちだ、そうに違いない。まあそれは置いといて、とりあえずシングルスプラッシュをしたいかな。急にアニメとオープニングムービーが始まった、びっくりした。あー、私もみんなと一緒にダンスしたかった。ミス R さん、ミス R さんは先生でしょ、それは知ってるんだ。急に歌い出して、アニメが始まって歌い出して踊り出して、びっくりした。そこはね、ちょっととある事情でカットしますよ。え、ミスター K って、ミスター K ってやっぱり兄さんかな、あれ違う、わからん、兄さんかな、兄さんっぽいよな、わからない、覚えてない。私が司会なのよ、どう見てもあっちサイドの人間でしょ。そうですよ、忍びでしょ。ただいま不適切な発言がありました、大変失礼いたしました。どこが不適切なのよ。 PS4 がバーンすごい言ってる。おっとっと、忍びの少女たちが続々と会場に召喚されてきているみたいだ。急に画像だった。わあ、いいね、いいね、若くて甘酸っぱい匂いがあたりに充満してきたぞ。なんでそんなすぐ外れそうな水着てるんだ、みんな。いつか、なんか引っかかる言い方ですね。もともと若くて甘酸っぱい匂いは充満していましたけど、私がって、いつの間にユミさんが主役になったんだろう。一個前のあれ、忍びバーサスじゃないわ、なんとかバーサスからすでにユミさんだっただろう、主役が。なんでだよ。売れた匂いの間違いじゃないのかい。ああ、ボコられるわ。でも我々の世界ではご褒美ですよ。さあ、気を取り直して、会場に登場した少女たちの様子をカメラで追ってみましょう。 VR?急に VR とかなって俺の顔が映ったりしないやろうな。もう勝つね、隠す気ないじゃん。てか画像ごっついな。もう最初から画像のオンパレードじゃないか。新しい画像用状態。私たちも同じだ、状況が全くつかめん。ああ、めちゃくちゃモデリングが良くなってるな。あのヤブミ、こっちは誰の仕業なのでしょうか。 PS4 だからな、わからんな。ただこれだけの人数を瞬間移動させられる力の持ち主だ。ただものではないということだな。マーベラスでしょ。どうした、カメラがおかしくなったぞ。あれ、おかしいですね。故障ですか。静止画しか映らなくなってしまいましたが、ニューチューブかカメラの調子が悪いのでしょうか。ちょっと運営しっかりしてよ。うん、ええ、早速の不手際だな。ウォーターガンバトルだからって水ささないでほしいぜ。本当よ、私を参加者に入れなかったり。可愛いのに、めっちゃ可愛いじゃないか。そのグラサン姿めっちゃ可愛いぞ。なんかすごいリアルになったな、昔とは全然違うな。何なのでしょう。さすが PS4。 周りに何台もの浮遊カメラがあるのですが、めっちゃ見られてる感じ。私たちを撮影しているのか、ますます謎だな。みやびさん髪型が変わった、髪型が変わってなんかチリチリになってる。切ったのかな、切ってパーマかけたのかな。若き忍び諸君、ようこそ BBS
せ。早速だが、PBS の概要とルールを君らに伝えよう。耳をかっぽじってよーく聞け。テンション高いな。ミスター K でしょさっきの。なんでハテナになってるんだ。ようこそ PBS へ。私が司会進行のミスター K だ。テンション高いな。頑張ってるな。キリア先生ですよね。あ、そう、キリア先生か。そういえばそんな人いたな。忘れてた。先生忘れてたよ。ほんとごめん。半蔵学園の先生でしたね。ごめんね。兄さんだって黒髪だもんな。兄さんこんなキャラじゃないしな。ああ、横にいるのは鈴音先生だ。そうだ、鈴音先生だ。名前がどんどん思い出していけるぞ。私たちの正体に関してはコンプライアンス上の問題でノーコメントだ。頑張ってるな。以後、正体に関して質問したものは水着の面積がどんどん小さくなっていくからよろしく。鈴音先生めっちゃ美人じゃないか。いいな、鈴音先生使いたいな。めっちゃ可愛いぞ。それは困ります。ではミスター K、 PBS の説明を。 OK、 今から君たちに PBS ピーチビーチスプラッシュをしてもらう。ビーチビーチスプラッシュ、それって何なんですか。簡単に言えば水鉄砲大会。難しく言っても水鉄砲大会だ。ピュッ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 と激しくやってくれ。とある会社のとあるゲームみたいな感じかな。水鉄砲大会？なぜ私たちがそんなことをせねばならんのだ。面白いからに決まってるじゃないか。可愛い子たちが水鉄砲で遊ぶ花だな。花になるね。絵になるね。やる方も見る方も超楽しい大会だぜ。それ以上の理由なんて必要かい？全くだ。半ば無理やり召喚されてきたのだ。まともな理由の一つも欲しくなるさ。美女が水鉄砲したらまともじゃないか。まあいろいろあるんだけど、それはおいおいということで。おいおい。とにかく PBS が終わるまでは誰一人としてこの島から出れないからね。何が何でもやるっきゃないとってなわけだ。はあ、そうなんだ。従うしかないってことだね。でもキリア先生たちが関わっているってことは、これって忍び関係のイベントなんじゃない？そういうことだね。みんな忍びばっかり来てるからね。そうですね。おそらくそうだと思いますが。イカルガさんの漢字が読めないんで、毎回名前なんだったっけってなるんだよ。それじゃルール説明だ。最初からルール説明早くして。まず最初に一番大切なことを言うよ。この島では必ずウォーターガンで戦ってもらうよ。忍びで戦うのは禁止だ。水鉄砲の競技なんだから秘伝忍法とかは使っちゃダメだからね。超秘伝忍法とかダメなの？変身させてくれないの？そっか、それはもうそうだよね。納得した。スタッフから巻きの指示が出てます。早く進めろと。なってもう30分経つ。時間もないんで早速オープニングバトル行ってみよう。チクラチョウ。とりあえずやろうか。あれ VR 対応してないの？これチュートリアル最後まで行ってみようか。なんでなんでユミさん？始まってしまいましたね。正直まだ戸惑っているのですが。撃て。そうだよね。水がなくなったら。水鉄砲で戦うってどうすればいいんだ。リロード Y。お。そこは安心。めっちゃ早い。あ、こうか。そうだな。はい。トウ。あ、ジャンプできるね。トウ。走れた。ウォーター、お、飛べる。しかも飛びながらいける。
いいわ、いいわ、ダッシュか。飛んだりもできるし、はいはいはい、あった、理解した。次は何だ、え、近距離戦でカカシを倒す、忍び攻撃していいの、水は消費しないし、近距離攻撃です。ガード、ガード、あ、そういうのができるのね、そういう時も。トゥ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 、使ったって、あ、そういうこと、それで倒せと、それで倒せということか。あ、終わった。上手にできたでしょうか。ユミさんじゃなくて違うのが使いたい。